どうもこんにちは。今日は黒崎中央小学校に来ています。そして今日はですね、今から黒崎城址と城山緑地公園の方に行ってみたいと思います。こちらの通りの名称は宿場通りって読むんですかね。宿場？宿場ですかね。井筒屋黒崎とこの黒崎メイトの大きなね
建物がすごく気になりますね。どうなってしまうんでしょうね。はい、1年ぶりに黒崎城址に着きました。嬉しいですね。おー、結構桜が咲いてますね。ほぼ満開だと思います。この展望台すごく好きなんですよね。とても景色が良くて気持ちがいいです。この桜はもう地面につきそうになってますね。もう一回同じ展望台に上がってきました。
はい、桜を満喫してとても満足でした。ではご視聴ありがとうございました。